の略図、年朝日記念ま合名社は、かつて存在した日本の映画会社、合名会社である。東京に本社を持ち、千葉県に朝日記念ま市川撮影所という映画スタジオを持っていた。横浜に撮影所を持った映画会社大正活営が1922年に制作を中止し、1923年9月1日に起きた。 関東大震災後の時期に大正活営の撮影スタッフであった、長谷川清が設立した。記録の残る最初の作品は、1924年に同社が制作、公開した、春は帰るである。同作は、栗原トーマスこと、栗原木三郎が低身賞簡易保健局による原案を脚色して監督、内田トムが補助監督、長谷川清が撮影。 尾崎翔太郎がセット美術のデザインを行った作品で、いずれも大正活営出身者である。内田トムは大正活営を辞した後に、京都の牧野肖像の牧野教育映画製作所に移籍し、その後放浪していた時期に参加しており、同作の他にも短編アニメーション映画、カニーマンジ演技、中編劇映画、巨影は地獄の演出も手掛けている。巨栄は、 地獄では、同社代表の長谷川が自ら出演しているが、長谷川は、大正活営時代にも、栗原トーマスが監督した、葛飾砂子に夫人と共に出演している。第二次世界大戦後の東方の撮影にし、長谷川清は本時点で生まれておらず、別人である。後に、日本映画社で、陸軍航空戦機ビルマ編で撮影を手掛ける逆歳、小一郎は、 1927年、当時、東京府東京市浅草区とぶき町47番地に、現像場を持つ同社に入社、撮影助手を1年ほど務めることで、映画のキャリアを始めている。坂一氏によれば、1年ほど経つ頃には、制作機能を、千葉県東葛飾郡市川町大あざまに、新設した撮影所に移転している。同社は、頻繁に、 漢方に広告を売っており、1929年6月22日付の漢方に掲載された広告には撮影所の所在地が掲載されている。また同じ頃、本社機能を坂一白のいた浅草ことぶき町から牛込区市ヶ谷見つけにあった市ヶ谷ビル内に移転している。1930年代以降の作品の記録が見られず、この頃には活動を停止した模様である。 朝日記念間、市川撮影所は、千葉県内の映画スタジオとしては、坂東つまサブローが1931年1月、道県千葉郡津田沼町、多日海岸に建設して稼働した、坂東つまサブロープロダクション、関東撮影所に3年ほど先駆けたものである。亀井員の東側、テコナれ道の北東に隣接した、同撮影所は現存せず、南側に隣接した、 伊藤牧場も含めて住宅地になっている。虚栄は地獄のスチル写真。左は長谷川清右は達田静江。1929年の同社の広告。文化庁の日本映画情報システム及び日本映画データベース、インターネットムービーデータベース、東京国立近代美術館フィルムセンターの所蔵映画フィルム検索システムに掲載されているものに、 官報への同社からの広告から保管した同社制作、配給作品の一覧である。公開日の右側には、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、 タイトルの異なるものは平気した。ありがとうございます。